生雪の結晶江戸っ子かずちゃんラブみっつーさんパタパタありがとう。ほうじコラーゲンの日スポン鍋食べようかな。クマありがとう。ピースさんクマありがとう。ボヤッキーさんクマありがとう。わあハッピーガール1位もありがとうございます。やっほー、おはよう。ああうん、ピースさん、ボヤッキーさん、クマありがとう。サンソンさん、ハート。平成天狗さん、キラキラ。ヨウくん、クマありがとう。サンソンさん、DJさん、コバさん、クマありがとう。 DJ さん、ハート。サンソンさん、キラキラ。コバさん、クマ。カンさん、ハート。コバさん、ミシェル、スチュマチャーソン、ハート。コバさん、ハート。つぶちゃん推しのクマとの戦地、神。コバさん、ハート。うそよく寝たけどノンアラじゃなかったよ。アラームで目覚めた。すごくない？私11時までずっと寝てた。あつつさん髪ありがとう。お花きれい。え嬉しい。肌が本当にだいぶ治ってきた。すごい。ワンチャンストレスがフリーなのかもしれない。この大生活ストレスフリーかも。あつつさん、ポンぬきさん、ゆきよいちさん、かみゆうゆうゆうさんありがとう。くまくまよいちさんラブラブありがとう。まあ8時間ぐらい寝た。おっとっとさん、くまたんありがとう。爆睡だった本当に。ずっとウーバーイーツどうしようかなと思ってる。うん、ほんとメンタルも健やか第一。ほんとにね今いい感じです。ママに肌治安を。肌治安を送る。ノーマルカメラの肌をたまにママに送る。無惨さんはありがとう。キラキラ。ぬらさん、ハート。アイスレモンさん、パタパタありがとう。結局さちょっとそれより配信始める時間よりかは早く起きるやろって思ったんよ。そしたらさ全然アラームまでアラームで目覚めたからさ。そう割と朝起きてるけど。ひろし BKK さん、ハートありがとう。そうなの。コバさん、ハートありがとう。目覚められなかったからもう朝ごはん何も持ってない。朝ごはんがない。うまひとすじさん、キラキラありがとう。ピュア私ピュア感ある。嬉しい。
ぐっすり。リコチコンコクマタンありがとう。ぐっすり。でもまだ全然、あ、まだ寝れると思った。本当に離席チャレンジするか。え、ウーバーイーツって本当にアサイーボールが食べたい。でも全然食べなくても全然いいんですけど、あれ、アサイーボール調べても出てこない。やってないのかな。時間めっちゃかかるね。あ、バナナアサイーボールあるよ。東京にいるよ。クリエリツバンパン、あ、残念。栗絶対美味しいのに栗感じられないとか最悪じゃん。コバさんハートありがとう。ナナちゃんキラキラありがとう。ヤマちゃんハートありがとう。そっか、うわー、ハワイアンなお店だけど、なんかパイナップルとか美味しそう。ポキ丼とかやっぱ、うわすごいね。いや、やめた。なんでかって言ったら、違うのがあるから。アサイーボールはなんか健康的。アサイーの、アサイーの丼よ。モスコルさんありがとう、キラキラ。 M さん誰もありがとう。やめる。ウーバーイーツ怖い、できなさそう。現実的じゃないのよね、ここで。たこ焼きはもうねしっかり食べましたよ。それな、朝お店のアサイーボールってね大きいんかな。いや決めた、私違うの食べる。ちょっと気になってたやつを食べるね。お店の今日そうすごいゆったりで時間がたっぷりあるので、そうなんです。ラストワンさんキラキラありがとう。そう、アサイーボールはまた明日。ストレスフリーでいこう。え、ねえねえ、え、逆にさ夜イーボールはないん。夜イーボール、夜イーボールは朝に食べるから朝イーボールじゃないけどさ、え、なんかこれってデリバリー限定なのかな。夜は野原しんのすけのすけさんハートとそれもありがとう。
このお店がさ、23時とかまでやってるよ。本当に言っちゃおう、すごい。ここにしようよ、夜。ハイタッチ、いいじゃん、いいやん。ペンタさん、ありがとう、ハート。タコやだ、タコやじゃないけどさ、ちょっとタコ飽きちゃった。谷王さん、みぞやんさん、ハート。ソーマさん、神、ありがとう。夜イーボール、マサさん、クマタン、ありがとう。夜イーでいいじゃん、夜イーで行こうよ。 X 風さん、キラキラ。小顔ダンさん、神、ありがとう。たこ焼き券まだ使い切れてないよ。じゃあ、リコチアです。シルバーツツビさん、ありがとう。お手紙にハート、ありがとう。うん、タコさんごめんね。でもさ、せっかくなら野菜が食べれたらいいけども、アサイを野菜と思っちゃくね。うん、NGT48 の、私さ、これ本当に木本さんですよね、木本ゆなさん、ゆなさん、木本ゆなさんですよね。私ずっとなんか合ってるかなって思いながら呼んでたんですよ。なんかポギみたいな感じ、ポンギさんじゃないよね。工藤さんにまた会いたいから今の夢、私も会いたい。ポギは違いますよね。あ、木本ゆなさん、あ、間違えちゃった。文ちゃんハート、ジャックさん、キラキラ、ありがとう。そっか、このイベントでもしかしたらあれだよね、あれ、一緒に、その木本さんはその新人枠研究生ちゃんだからさ、意外すぎるよね。もう研究生ちゃんじゃないかな。コバさん、ハート。マシャさん、キラキラ、ありがとう。ポギちゃん、そうだよね、ポギちゃんって呼ばれてるよね。そうだから、って思って、急に読めなくなって、ポギって入ったら、ポギユナさんですね、ポギユナさんですね、ポギさん。そう、私すごい、あ、ユーナ、よかった、木本ユーナさんね。ポキちょっと待って、ポキさんだったの、ちょっと待って、あれ、ポキさん、コバさん、マシャさん、マサナレさん、ラインさん、ありがとう、教えてくれてありがとう。そう、私ずっと気になってたんですよ、なんだって。ポキケンタッキーさん、ありがとう。キラキラ、雪の結晶。あ、ユーナさんだね、よかった。焦った。そう、出会った時から、そう、ポキなのかなと思って、そう、ポギ、ポ、六本木みたいな、ポンギみたいな、気になってたんです。そっか、小顔炭酸、雪の結晶。ポムさん、キラキラ、ありがとう。会いたい、このイベント。新人枠の子もさ、ルブミードゥさんあるもんね。ぜひとも1位で、お互いに1位でできたらいいけど。すごいすごいす
すごいよね本当に研究生のあのすごい1位でかっこいい。ポムさんキラキラありがとう。雪の結晶くまちゃんありがとう。頑張りたい。会いたい。私ももうめっちゃ会いたい。伝えててください。私も会いたいので頑張ります。会おうねってうん会いたい会いたい。じゃあちょっと顔がまずスキンケアしてないので顔が乾燥してきたのでちょっとメイクしていこうか。嬉しい。でそれのうなちゃんって呼んじゃうかな。ゆうなって子はもう大体うななので。ポキちゃん、ポキちゃんね。頑張りよ今日もね。私は本当みんなこのイベントで本当いっぱい応援してくれて嬉しいよ。くまちゃん「いつもオーライオーライ」すごい。ポキすごーい。70枚すごいよ。ほんとすごい愛されてる。ひなとトラさん、くまたんありがとう。としさん、くまたんありがとう。嬉しい。スカンピョさん、キラキラありがとう。うん、嬉しいです、ほんとに。押し止め。あ、471、ありがとう。おう、ヒャリちゃんさ、ハートありがとうね。さらっと出てきた。タイムファイヤーさん、ありがとう。くもくも、じゃあ今からコンタクト入れてきます。今日はちょっとこの部屋も清掃が入るので部屋もちょっと片付けて出ないといけない。よし、じゃあ、ちょっとコンタクト入れてくる。ひゃっはー。ふう。ポリポリ。よいしょ。さっきさ、ポキとか言ってたからポキ丼も食べたくなったしさ、ハワイのお店だからさ、ロコモコ丼とかあるからさ、ハンバーグも食べたくなってきちゃった。いや、ハンバーグいいじゃん。ハンバーグうるさいよ、リコちゃん、うるさいよ。よし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 、はい、オッケー。うわ、肉肉しいハンバーグ食べたい。
私お店でハンバーグあんまり食べたことない。愛されるために生まれてきた少女、それがリコチ急にストーリーが。本当私そんな少女やばいじゃん、言ってしまわれたってやばい。ノンネームさん、クマタンありがとう。コバさんハート、マイナス 1.0 さん神、ウポさんミラボー、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。マコクマさん、コバさん、タイムファイヤーさん、プラズマさん、つぶちゃん推しのクマタの戦士、ありがとう。ハート、キハさん、雪の結晶、ありがとう。いいかもしれない、この化粧水本当にたっぷり使うんです、コットンにたっぷり。ファイヤーさん、マイナス 1.0 さん、ヨウくん神ありがとう、オットトさんも神ありがとう。コバさん、サンソンさんね、小松まず持ってきてないけキハさん、タイムファイヤーさん、ありがとう。おいかつ中継者さん、ウポさん、ミラボしかもつぶちゃんし、うんうん、つぶちゃん、つぶちゃん、レントさん、タイムファイヤーさん、コバさん、うわー、ロコモコバーガーなんてあるの、絶対美味しいじゃん。声質アンパンマン、僕アンパンマン、小顔タンさん、コバさん、ドッコさん、ありがとう。コンタクト入れ配信なんてしないよ、誰に需要あんのキコさん、クマありがとう。もろみさんありがとう、キラキラと神、日向坂さんも神ありがとう。うん、こわ、100人中倍しかおらんで、100分の1よ。ピサンゴレングさんありがとう。どういう癖してんのよ、おハッピー。うん、ここにね、ニキビができた。人生やだね。ノブーさんありがとう。何が人々を引きつけて止まらないの、やばい、そんな引きつけてますか。なんでみんなここにいてね、私のことそんなに好きでいてくれるの、教えて。私ってそんなに素敵、乳液もこうたっぷり、25人ぐらいガチ恋です。どうした、そうだったのか。ガチ恋も好きだよ、ガチ恋勢もすごい好きよ私。ってか私さ、本当にさ昨日考えてたんよ、あーこんなんだろう、ファン嘘はとびきりの愛だとか言うじゃん。でもさ、あ私そっか、なんかそんななんか嘘つけんなと思って、嘘で大好きとか言えないからさ、だから言わないとき言わないし、言わないとき言わないし、ほんと気持ちが溢れたとき大好きとか言っちゃう、そんな感じです。これさ面白いなと思って。武器。うん、大喜利のお題みたいな。お腹鳴ってる。本当にいいね。
でもさ、めっちゃ減ってきたよこの化粧水。でもこれドラッグストアに売ってるからどこでも手に入る。嘘なんてつけないよ。おはよう。愛してるだけでウケる。うん、あ、つまり両思いですね。そうだよ、確かに。いや、やべえ人の下にやべえ人たちが集まってるイメージ。確かに、なんかさ、やべえ人たちばっかだね。確かに。柳本さん、神ありがとう。お、6時間寝て。8時間でも9時間でも10時間でも今なら寝れるんじゃない。大丈夫でしょう。おお、アニソンか。秋元先生、つるくさんでも私本当につるくさんの何楽曲、うん、作曲の曲とかすごい好きやけ、いいなと。やけつるくさん次のシングルもつるくさんがええなと。そう、嬉しい。そうなのよ。おしゃれすぎる褒め言葉だ。やべえやつの集まり。そうみたい。パナマルさん、ハートありがとう。そうみたい。うん、恋やウケる。つるくさんが恩返し受ける。ヘロね、お腹鳴ってる。ポンヌキさん、神ありがとう。目の前の壁をぶち壊せ駆動。はい、想像のガラスを割れ。ん、今日も来てくれてありがとう。この紫のほら、もう全然肌の色が違う。これは紫色の下地ですごいね、透明感を出してくれるんですよ。傷つかなくちゃ本物じゃないよ。吠えない犬はいいんじゃないんだ。ベンチ受ける。本当よ、ガラス高いよ。請求されるな。おお、え、12時早いわ。ヤシさん、クマタありがとう。キャビンアルファンドリーさん、ハートありがとう。お腹鳴ってる。リコチ、個人的メイクポイント違うポイント。
え、冬は断然なんか保湿、下地も保湿。ケビン・アルフ・アンドリーさん、ハートありがとう。パウダー控えめ。でも夏は逆にパウダーあり、めっちゃ パタパタはたく。色か、確かに夏の方がちょっと明るい。でもね、ちょっと変わらんね、あんまり。でも夏の方がちょっと明るかったり、キラキラさせがち。冬はマットが多いかも。あー、聞こえた、私のお腹の音。今すごかったよね。高雪さん、あ、アイスありがとう。マミーたんから。マミーたんとずっとほら、ずっと連絡してるから。スイさんキラキラありがとう。ハンバーグ師匠が食べたい。ハンバーグ師匠が食べたい。ちょっとじわるね。なんかツイートしようかな。最近可愛いの全然ツイートしてなくない？私はよなんか食べんさいよ。優しい。お父ちゃん、お父ちゃん、父ちゃん、マイナス 1.03。 神ありがとう。なかなったよ。まだ鳴ってる。よし。もうね、いいや。ベースはいつもこれからファンデーション塗ってるけど、もうそれもいいや。ひもじい音。焼肉食べ放題連れて行ってあげて。スピルバーグも、ハンバーグかスピルバーグで言ったら、まあ、ハンバーグが好きかな。アムトンさんありがとう。クマちゃん、こちか、そそそさん、ハートありがとう。ケビン・アルファンドリーさん、神ありがとう。連れてってあげて、もう本当に焼肉。名監督振られる。まあ、トリョシカさんありがとう。パタパタと。高級焼肉がいい。ジョジョ園より高級な焼肉ってあるんですか？トリガーさんありがとう。ジョジョ園より高級なのってあるのかしら。え、あるんだ。そうなんだ。トリガーさん、クマありがとう。
マジョルシカさんキラキラと雪の結晶、ゴミゴミさん結婚してムリムリだよ。へー、そうなんだ。そんな高級なの。一口もうジョジュエ。そこにさ行く人ってどんな人。福ちゃんちくまくまくま、ありがとう。そんな美味しい。どんな時もどんな時も君を迎えに行くから。お金持ちが味が違う。分からんのかい。会員制のスキー屋さんじゃない、ステーキ屋さん。カー君ありがとう。キラキラ、クマクマ、ゴミゴミさん音符ありがとう。確かに舌が超えてるわけ。え、舌が超えてないからさ、たとえ高いもの食べたとしてもさ、この前ジョジョアン行ったけどさ、なんか連れてってもらったの。あれよ、七なる食べたけどさ、全然分かんなかった。確かに美味しいけど、うんって思うやつもあったし。肉じゃないの。美味しいのならいい。家焼肉してみたい。焼肉じゃなくステーキか。キャビンアルファンドリーさん、ありがとう。メイクの工程全部すっ飛ばして、気持ちいい。まあそうね、ふわふわって感じか。確かに高級なお寿司は何なの。お寿司、え、高級なお寿司のそのあれ、あので、一貫何貫。ポンヌキさん神ありがとう。一貫か。5000とかありそう。やばくない？
誰が払うん？マサヤさんハートありがとう。払えんよ。給料がぶっ飛びますな。行ってみたさはあるよね。銀座？やっぱザ銀でシースーって本当なんだね。ああ、お酒も高いのか。お寿司に合うお酒ってなんだ。としいちさんハートありがとう。あー鮮度ね。あー寿司は鮮度なんだ。オッケー覚えとく。うん日本酒か。日本酒はあんまり分からんもんな。甘い果実酒しか分からん。リコちゃんだよ、ヤッホー。オグリンさん、ハートありがとう。カラスさん、神ありがとう。みぞれ酒？みぞれ酒？初めて聞いた。みかんのつぶつぶが入ってるお酒がしか好きじゃない私。まさのりさん神ありがとう。数十万？怖ー。何時？うん全然大丈夫。高木さんありがとう。ヤッホー配信見に来てくれてありがとう。ミオ、なんか聞いたことあるかも。日本酒どんな感じなんや。高木さんキラキラとありがとう。くまちゃん配信見に来てくれてありがとうね。さのりさん神ありがとう。高木さんファイトもありがとう。田村しやしーさんハートありがとう。まさのりさんもハートありがとう。
ポリポリ。福ちゃん、雪の結晶ありがとう。マトリョシカさんありがとう。ペンライツ渡辺さん、誰もありがとう。おや宣伝された。あ、なるほど、参考にしてみようかな。アサイはウーバーイーツしたの、結局ウーバーイーツが怖くてできないかなと思って、やっぱりだからやめた。え、かわいい。ちょっと待って、リップだけなんか浮いてない。てかブルブル。失礼しました。うんうんうん。ほぼ色ついてない。怖っ。怖っ。怖いな。楽しみだけど。どこに落ちた。毛がなんか浮いてたよね。マヤチンさんハートありがとう。怖いものがあるんだ。オッケー、じゃあもうこんなもんでいいでしょ。よいしょ。そうだね、2月17日の公演。まあ私のその踊ってる姿が見たいなら、うん、2月17日だけど、全然今月末とか会えますよ。舞台があるんです。確かに特典とかでさ、200冊買ってくれた人には焼肉を、豪華焼肉一緒に食べるみたいな、あれしようよ。100冊じゃダメだな、500冊でしょ。が2000円とするじゃん。まあ1700円とかかもしれないけど、2000円として10冊買ったら2万円、100冊買ったら20万円。ん？10冊買ったら20万円？キビンアルファンドリーさん、ジコジコさん、ハートありがとう。あれ ?100 冊？はぁ、100、みんな500冊出せるでしょ。怖いこと言う。みんな実はさ、500冊いけるでしょ。怖い怖い、そんな風に思ってないから。え、100冊がでかい。え、100冊で20万円。
2000 2万20万怖い。200冊やばい、怖い怖い、本当にある、怖い話すぎる。たばの心配していたが、なんと渡辺さんハートありがとう。たばじゃなかったらもうみたいな。そんなんじゃない。 2000×100冊で何円、10万高いよ高いよ。リコちゃんもっと勉強してください、お願いします。ごめんなさい。お小学校から戻ります。竹坊さん神ありがとう。ゼロ2つ足すのか。なにやっちまったな。怖い。500冊、1000冊、嘘、3000円なの私の写真集って。高雪さん結婚して、え、算数苦手、算数苦手、国語苦手。売れんよ1万円なんて。角が生えてるって、気をつける。ありがとう。おー危ない危ない、いや怖いわ。いや、そんなに払わせられないよ。でも本当に100冊買った人ならさ、ありえるよ焼肉。でも買ってくれる人いないよ、そんな。私の写真集に100冊も何あれがないよ。100冊も価値がない。水族館デート、あーいいね。それはしたいかも。出たよ、積み重なっちゃってんでしょ。いる？いるか？そんなに私のことが熱狂的に好きな人。でも焼肉は食べたいね。百ゆきちやばいって。だってさ、え、貯金切り崩しちゃダメだから。確かに。でも10冊なら私も、もし例えば推しメン工藤理子ができたとして、10冊で例えばだったら割といっちゃうかも。リモート焼肉やばいね。百ゆきちは出せないよ。私もし工藤理子っていう推しがいて、百ゆきちは厳いって。10でも10ゆきちでもってなる。
ま、行っちゃうのがみんなか。違うよ、そんな風に思ってないからね。すごいね、人気欲しいな、なんかそんぐらい熱烈に愛されてみたい。着いた。もうそろそろで片付けて出ないと。ここフレマラおバカさん、クマちゃんありがとう、シジマールさん神ありがとう、クニちゃんハートありがとう、カメジ置いてく嬉しい、かわいい表紙にしようね。やる気花火笛の中に打ち上げて、もやもや吹き飛ばそう、やる気満開。OK、 まあお片付けはこんなもんか。チカチカチャーカチ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 ャーチチーイエーイ。どうしたの、みんなの気持ち、どうした、元気になった。よし、やっほー、ただいま。
ちょっと片付けてた。Here I run through youななみ、しげみ、ななみ、しげかち、しげさち、ありがとう。こばさん、ありがとう。ひなととらさん、ありがとう。ピースさん、こばさん、ひなととらさん、ハートありがとう。おぐりんさん、ありがとう。ふっぽさん、ひらぼ、ありがとう。こばさん、むさやちゃん、こばさん、トリガーさん、ズーゼさん、こばさん、ピースさん、タイムファイヤーさん、こばさん、ありがとう。フリマロバカさん、くまちゃん、ありがとう。こばさん、フォーユーさん、キハさん、浦部さん、キラキラ、フォーユーさん、誰も、ウポさん、ミラモン、ありがとう。こばさん、フォーユーさん、福ちゃんち、タイムファイヤーさん、マスノリさん、キラキラ、カッターさん、神、こばさん、ありがとう。ツーですさん、マスノリさん、こばさん、夏みかんさん、福ちゃんち、キハさん、トリガーさん、マスノリさん、ありがとう。一個くまツーですさん、福ちゃんち、キとゆき、ツーデさん、コバさん、ウボさん、ミラボ、ありがとう。コバさん、ありがとう。クニちゃん、ファイト、ありがとう。クニちゃん、ありがとう。フリマロコさん、ただいま、ただいま戻ったよ。つみかんさん、神、ありがとう。そう、ちゃんと片付けて、今日はあれ起きて、あれ起きて、あれ起きよう。こうやってお掃除していただくんですもの。物が散らかってたりしたら、うんってなるでしょ。おっさんずさむさん、かわいい、ありがとう。お疲れ、つぼおち、あら、おっさんずさむさん、尊いもありがとう。けたおさん、神、ありがとう。つぼおち、ありがとう。お疲れも、かわいいも、ラブも、キラキラも、ありがとう。今日の礼席も大盛り上がり。そう。みんな盛り上げてくれてありがとう。みやこさん、むとんさん、ありがとう。うん、配信もう終盤よ。あやたんさん、ありがとう。心の治安、マジ結びつき、マジ強い。本当にみんなの、みんながここで治安よくしてくれるから、私も精神安定してる。三日月さん、だるまありがとう。あー、三日月で思い出した、クロワッサンの三日月あるやん、博多とかに。食べたい。ヌーバーさん、ありがとう。だるま、13時までは、確かに13時まではできるよ。ここを出るのはギリギリにまで出ないけど、まだ1時間はできるか。そしたらミキヤくん、ちっちーさん、神、スポーチ、回復薬もありがとう。リコチさん、おし、毎日配信メール X、 ありがとう。こちらこそありがとう。綺麗なお顔なんて言ってくれるの、ありがとう。三日月のクロワッサン美味しいよね、あれ。つぼおち、かわいい、ありがとう。
今日わがまま彼女ごっこ受ける。楽しかったあれ。いい感じかな。わがまま彼女ごっこしてもいい？わがまま彼女でもいい？カレーラーメン？クロワッサン、私もクロワッサンたい焼きまた食べたい。また食べるか。本当？彼女感強めだった？嬉しい。みんなには私のことをもう彼女って思ってほしいから、私は本気よ。粒推ししか勝たん。ありがとう。やっぱり。何、私のこと彼女って思ってほしいの。一番の彼女だから、やっぱりこうやってたまに調教タイム、調教タイムそう、教えてあげないとダメだからね。怖っ。本当思ってる。そう、娘とか孫じゃない、彼女だよ。妹とかでも彼女だから、ちゃんと彼女って思ってる。トッシーさん、タコありがとう。タコ。嫁？まあ嫁も同じものか。もっと厳しくしつけてくださいだって。取れめえよ。おさんすむさん結婚してだから、まだ結婚は早い。あと、つぶおちくまくま、ありがとう。つぶくまおちだった。キラキラありがとう。小さな声のメロディー、くまたありがとう。洗脳受ける。トッシーさん神ありがとう。つぶくまおちもくまた、タブリンさん、ダルもありがとう。サンラータンいいよ。寒いん。小顔タンさんありがとう。小顔タンさん、ハートありがとう。ニックネームさん、ダルもありがとう。ケンタンさん、ハートありがとう。ね、分かったみんな。準備完了。あー、着替えるのだるい。S さん、なるもありがとう。昼飯、私は、まあ、麺類を食べようと思ってます。麺類、今日はいっぱい動くから、動くつもりで麺類を食べる。まだ朝ごはん食べてないし、ね、分かった、ありがとう、分かってくれて。麺類にしようや。あー、着替えるのめんどくさい。内緒だよ。どんなパスタか、どんな麺類か、分かった。でもみんなが気分のもの食べたらいい。まあ麺類にしよう。やっぱり結婚前提に彼女してっから、私もせやで。そこら辺片付けんとやばいな。あとあそことここやな。うん、これあったかいパジャマ洗濯してない。カップ麺やろ。バレた。人類みな麺類面白い。君センスあるよ。うん、君センスあるよ。センスあるってよく言われるでしょ上から目線。
あ、チゲ味噌いいですね。辛いので元気出すのもいいかも。え？っていうラーメン屋さんがあるの？騙された。待って待って、三田製麺所だっけ。私がさ食べてみたいって。近くにあるかな。あー、わかんない、微妙かも。お化けが歩いた。みんなあと17分でお話し会の受付終わっちゃう。マジで待ってるよ。私は3月、まだまだあの受付は長いんですけど、その3月の方は3月20日の3時間目はちょっとラスト枠だし、誕生日も近いし、完売させたいなっていう気持ちでいっぱい。完売できたら自信につながるなって思ってる。けんちゃん、ハートありがとう。ラーメン屋というラーメン屋さんもある。行きだね。うん、あとはでも今回の受付は2月18日のオンライン話し会のメイドさん着るやつと、リアルお話し会の広島である2月24日、2月25日は今回の受付でラストだから待ってるね。寒い。そうそう、着替えるか。そうそう、着替えるか。まだあと17分ある、15分あるから考えてみてよ。あと代表の受付、それはそう、考えてみて。けんちゃん、天ありがとう。寒いから風邪ひかないよね。そうだね、着替えるか。ちょっとゴミはゴミ箱。うん、ゴミはゴミ箱に。わあ、今日はそんな可愛い。おいしょ。靴下。何暴れてるの、みんな。暴れないで、怖いから。暴れないで暴れないでってやばい。
ワードがやばい。ドアドアガラガラジンジンガラガライソシンジン、ただいまのあとはサブ、無邪気に笑い転げるそんな君が愛おしい。よいしょ、チェックチェックチェッ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 キュッ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 と中、怖い、ヤッホーヤッホー、ヤッホー、私はここにいるけど大丈夫？ありがとう、いっぱい応援してくれて。普通にかわいい？かわいい？嬉しい。白似合う？ただいま。耳ほじほじしちゃった、ごめん。私に萌え要素ある？え、襟付き可愛いよね。可愛い。おとなしくしてくん。えらい。いつものりこちゃん。よかった。つぶをくまおち。似合う、ありがとう。つぶくまおち。くまたん、ありがとう。ちょっともうさ、毛玉まみれなんだよね。
手玉取り機持ってないから。つぶくまおちかわいい、ありがとう。タイムファイヤーさん、ゴミゴミさん、ハートありがとう。おさんさむさん、ペンライトありがとう。ゴミゴミさん、タイムファイヤーさん、ありがとう。たくさん、コバさんもありがとう。おさんさむさんもありがとう。ゴミゴミさん、音符、タイムファイヤーさん、ハートありがとう。タイムファイヤーさん、ゴミゴミさん、コバさん、ミュージカルも目指していい？今年ほんと？じゃあボイトレ頑張っちゃおっかな。あー、ゴミゴミさん、タイムファイヤーさん、つぶくまおち、ほんとありがとう。ほんと？ゴミゴミさん、タイムファイヤーさん、コバさん、ありがとう。キハさん、タイムファイヤーさん、みんなありがとう。ウッポさん、ミラボありがとう。何度目のミラボ今日。私離席しまくり。ゴミゴミさん、タイムファイヤーさん、フリマラバカさん、クマタンありがとう。タイムファイヤーさん、ゴミゴミありがとう。コバさん、完全放置。お話しくいたけど振られたんだけど、なんで振ってないよ。私はいつでもここにいるよ。コバさん、ゴミゴミ、タイムファイヤーさん、おっさんずさむさん、マスク出すの忘れた、これ閉じたのに、くそー。ひなとそらさん、ゴミゴミ、おっさんずさむさん、タイムファイヤーさん、くま、つぶくまおち、まさのりさん、うこだ、ミラボー、ありがとう。ゴミゴミ、ゴミゴミ、つぶちゃん、おしなり楽しんじ、まさのりさん、タイムファイヤーさん、ゴミゴミ、いやーん、ありがとう。つぶくまおち、ミラボプロポーズだったの？ミラボでプロポーズ、いや、かなりのプロポーズだけどね。ゴミゴミ、キハさん、ケンちゃん、ゴミゴミ、タイムファイヤーさん、ひなとそらさん、タイムファイヤーさん、にんまり、にんまりしてるよ、私も。ゴミゴミさん、ありがとう。タケッチーさん、え、そうじゃん、あと6分だよ。ゴミゴミさん、ケンちゃん、ありがとう。愛に恋やってよ、白かわいい。じゃあこれからも白着よう。つぶあちくまくま、今日は靴下以外、靴下これこの色なのちょっと失敗だな。まあ靴も青だけど、モノトーンコーデということで。ケンちゃん、ありがとう。ありがとう。まこやんさん、花束ありがとう。アップルウォッチ欲しい、あったらちょっとかっこよくないね。つぶくまおち、ファイトありがとう。あとは自分の睡眠のあれとかも見たいし。ゴミゴミ、尊いもありがとう。確かにカチューシャつける、持ってきてないよ。だってお稽古だよ、お稽古でそんなおしゃれ してる場合か。つぶくまおち、ファイトありがとう。厚底コンバース、そう、青。ケンちゃん、ハートありがとう。ズボン黒、黒デニム。黒デニム、アップルウォッチ欲しい。今年買うな、目標。じゃあそれにする。いや別にでもさ、死なんよ。アップルウォッチがなくてはもう死なんけえさ。ハイブラって何？ハイブランドか。まあでも化粧品にはお金かけてるよ。やっぱり顔は、顔にもハイブラみたいなやつでデパートコスメとかあるんですよ。デパートのコスメ、デパコス、プチプラコスメもあるんです。ドラッグストアコスメとか、まあドラッグストアでいけるやつは全然ドラッグストア。お肌はやっぱりつぶくまおち、ありがとう。キラキラ、え、腕時計つけて大人っぽくしたい。ほんと？その顔がハイブラ、え、うまい。喜んでる、それで私も嬉しい。
して、リコちゃん。はい。マスクどこ？腹立つな、ほんと。汚すぎて。素材として使っていいよ。アイドルが一番やっちゃダメだよ。よいしょ。なんかさ、応援していただいてるじゃん、本当に。なんかそれこそお話し会を買ったりさ、ショールとかでそうしてくれて、そういうのギフトになった。なんかそれにやっぱ見合う人間に私もなりたいから、ちょっと頑張る。みんながなんかちょっと頑張ってくれてるか、私も美容頑張るっていうね、スタンスでやっております。でもね、何より一番のね、美容方法はね、健やかに過ごすことなんですよ。だからね、みんな元気だったら私も健やかだから、みんな元気でいて。そう、ガチ、これは本当にガチ、一番の美容方法は心の治安よ。心の治安が良ければいいほどお肌もよ、綺麗になるね。だからみんな治安よくいて、お仕事の時間頑張れ。ただいま。ゴミゴミさん千万両ありがとう。フォーユーさんくまたんありがとう。フリマのバカさんくまたんありがとう。コバさんハート、つぶおちハート、めったに使うね、その絵文字。ゴミゴミさん千万人ありがとう。え、腕時計憧れる。なんかアップルウォッチ、それこそちょっと高級やん。あれ、しかもどれがいいんか分からん。アップルウォッチにもいろんな種類があるでしょ。どれがいいか分かんない。つぶちゃん推し、くまたのしんちハート、ゴミゴミさんタイムファイヤーさんハート。お仕事頑張れ。私もいい香りがするアイドル目指す。頑張って。ワイもいい香りするオタクになる。頑張れ。タイムファイヤー様、コクマさん、ゴミゴミさんありがとう。つぼおちハート、つぶくまおちありがとう。キラキラ、ゴミゴミさんハート、タイムファイヤーさんハートね、ストレスわからない。チェリーさんハートありがとう。かゆかゆね、いろいろあるよね。今日休んでしまった。いいでしょ、工夫あとは任せた。はーいよ。あー、シリーズ10か。え、9出たばっかだよね。そうだよね、充電必須だよね。夫婦さんバタバタありがとう。いいゴミになる、頑張って。いい匂いのゴミになる。夫婦さんありがとう、バタバタ頑張って。今日マスク、マスクもするし、今日はなんと嬉しいことにファンデーションし、ファンデーションしてる。あ、ファンデーションしてない。ファンデーションしなくてもだいぶなんかもう必要ないぐらい肌治安良くなった。嬉しい。みんな本当にここまで来たよ。12月末に、12月中旬、12月頭にガチ肌荒れ始まって、
自律神経乱れて肌荒れ始まってもう無理ってなったけどだいぶ治ってきました。チェリーさんありがとう。ハート最高だよ、最高です。肌荒れが治って嬉しい。つぶくもちばちばちありがとう。目立つ肌荒れがね治った。あー夜勤明けかお疲れ様。りょうちゃん見てくれていいよ、もちろん嬉しいよ。こちらこそ。夫婦さんありがとう。キラキラお肌すべすべ嬉しい。すべすべになった。お一番盛り上がりもありがとう。ヨッシーさんハートありがとう。本当はなんかゆるゆるダイエットも順調です。ケンちゃん髪ありがとう。そうニキビとかいっぱいできる。最高よ。みんないつも見守ってくれてありがとうね。ジェリーさんヨッさんハートありがとう。じゃああと10…20 分ぐらいかな配信してもいい。メール送ろう。かわいさ上昇中嬉しい。マッサージしてメロク。あ、痛い。あとは安定した睡眠も大事。なんかこのお稽古期間はその急に4時半睡眠とか、あ、4時半起きとかないので、それがちょっとね健やかかもしれん。安定してるわ。3時間睡眠とかもう全然ないので。チェリーさんありがとう。ヤッシーさんヤッさんありがとう。いいね。すーすー。え、触ってみてほしい。なんか自撮りのポーズってある。そう、安定して睡眠できるの嬉しいもんだ。あ、まさけつぶくまおちキラキラありがとう。横顔がいい。わからん。くまおちありがとう。睡眠大事。昨日の寝る前の自撮りもあるけど。動画をチョイした。まこんなもんかしら。13時7分。うわお、まだ7分じゃないよ。あ、皆さん外カメ、外カメ、よしよしよし。あ、外カメが一番盛れるんよ。そうよ、外カメ自撮りがガチ一番盛れる。ん、取れてんのこれ。カシャカシャなってくれんけど。あ、一番盛れてる外カメが。毛玉やばい。あやかちゃん神ありがとう。いっぱい取れました。
そう、寝る前に肌ツヤ写真を撮ってるんですよ。それです。肌ツヤ写日記、日記、写真日記。あやかちゃん可愛い。あやか、神神神、ありがとう。今日風呂の日、風呂入るか、入っとる。入っとるわ。姫さん可愛い、ありがとう。あやかちゃんキラキラ、ありがとう。可愛いっていっぱい、嬉しいです。今日も可愛い、嬉しい。朝からお水たくさん飲んでるからかな。キャップなくしたからさ、あとこんだけあるけど飲みきれるかな。うん、パンダ丸さん可愛い、ありがとう。可愛い、綺麗、嬉しいです。つんちゃん神、ありがとう。飲みきれないよ。そう、キャップどっか行っちゃった。今日もう26日。よかった、27日かと思って焦った。やばいじゃん、あと5日でさ本番。やばい。切るんだけどリーネ。頑張りこち。うん、治安加減から順調っぽい。ほんと順調だよ。あ、舞台ですか。確かにすごい健やかなお稽古だからね、毎日。あともうちょっと、あと3杯ぐらい飲んだら飲み干せるな。コバさん、タイムファイヤーさん、ありがとう。もう腹がパンパンになるよ。腹がパンパンパン。
そう、携帯触ってね、メール送りよった、みんなに。メール送ったよ、おはようメール。いつもさ遅いやん、私のおはようメール。だからちょっと心配させないように、水頑張って飲む。キャップが見つかれば本当そうなんやけど、遅いよって。そう、水分でお腹いっぱいになっちゃう。うん、お腹チャプチャプ。目バキ、目バキバキ。麺類何食べようかね。いやー怖い、私ゴールデンカムイ、なんだっけ、城之内だ、城之内。城之内みたいにさ、顎出して。むずいな。いや、そこにプロ意識持たんでえけ。チャプチャプだよ。こ、ポイントやね。むずいなぁ。城之内の顔、水いっぱい飲みすぎだよ、私も。やばい。城之内になれるかな。城之内の顔のモノマネが得意ですにならなきゃ。考えてること、感じていること、そう本当に似てるね。やばい、お腹チャプチャプで飲めない。でもあとちょうどコップ一杯、頑張って飲み干してみよう。お昼から元気でしょ。なんかここの線がかわいくない？これあ、いちごモンブランと甘おミルク、甘おミルクでしょ、一択だよ。うん、いいな、ずるい、私も食べた。ほら、ここも。じゃあとりあえず今から行ってくるわ。
私の配信見てくれてありがとう。それな、東京まで届けてや、解けんように頑張って。解ける、解けんように頑張るんでしょ、できるよね。怖い。怖いよ、うん、急にもらもらできるよね。あ、任せロリ来た、ね、ロリロリロリなの、私のことロリって思ってるんだ。怖い怖い。じゃあみんなありがとう。できる、来たばっかか、残念、かゆい。バカリズムさん好き、来たばかりで思い出した。バカリズムさんさ、あのさ、一本グランプリの唇カッサカサなんだけど、一本グランプリでさ、あれだよね、体調に、体調っていうか取締役になるよね。山田さん神ありがとう。あ、チェアマン、そう、すごいと思った。じゃあ行ってきます。みんな、私も頑張るから、みんなのことも応援してるよ、頑張ろう。39位から、レントさん、夏みかんちゃん、まさのりさん、パンダ丸さん、いっこー、姫さん、チームりんりんさん、ピサンゴレングさん、ノーネームさん、ピースさん、ホーチ、コラーゲンの日、ぼやっきーさん、ひかつ中止者さん、平成天狗さん、渡辺さん、キハさん、あやかちゃん、アムトンさん、シルバーズトゥトゥビさん、くにちゃん、トシさん、フォーユーさん、ポムさん、ケンちゃん、オットトさん、ヨウくん、小さな恋のメロディーさん、トッシーさん、つぶちゃん推し、くまたのしんち、サンソンさん、ひなとトラさん、小顔タンさん、おっさんずさむさん、そして本日の秋元先生枠はフリマロおバカ先生です。ありがとうございます。ゴミゴミさん、コバさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はタイムファイヤーさんでした。ありがとう。あ、ハッピーガールも1位、ありがとうございます。第2位はウッポさんでした。ウッポさん、ありがとう。そして第1位はつぶくまおち、りこち楽しい、毎日配信メール X、 ありがとう、ありがとうございました。今日も私の配信を見てくれてありがとう。投げ放題じゃないっけ。ちゃんとちゃんと考えてる。また来てね、頑張って。頑張りたくなかったら頑張らなくていいよ。じゃ、私は頑張ってくるね、気合入ってる。みんなにね、可愛いって言われたから。カラさん、クマとありがとう。じゃあ行ってきまーす。ありがとう。今日も健やかに行きましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、あー、みんな健やかに。女優業って言われてる。女優だから頑張ってくるね。にゃんにん、行ってくるでやんす。健やかに、バイバイ。無茶ぶりやっけ。あ、ミヤティさん、神ありがとう。じゃあねー。